こんにちは。皆さん、渋谷天馬です。思い通りに生きられてますか、えー、今日はえ第3回目ということで、道なき道をどう行くのかみたいなことをお話ししたいなと思っておりますが、例えば、皆さん何かいろいろ理想があると思うんですけれども、例えば職業についてとか、将来こうなりたいとか、で、まあ当然先人がいるわけで、 例えば職業にしてみたら既にあるものに関してはなり方っていうものが大体確立してるはずなんですよね例えばまあ料理人になりたかったら料理調理専門学校に行ったりだとか、えー、まあお寿司屋さんとかだったら弟子入りするとか美容師になりたかったら学校に行ってその後お店で修行するとかまあいろいろやり方とか、えー、それから、えー、資格 関係のものであれば、試験を受けるとか、試験に受からなければ始まらないものですからね。例えば、司法書士にしたって、宅研にしたって、それから法律家、えー、弁護士、えー、医師などもそうですよね。免許の職業に関してはそうだと思うんですけれども、そのようになり方みたいなものが確立しているのであれば、あとはもう努力努力努力、もう単純に努力していけばいい,い,いと思うんです。 ただ、えー、とこういう、あのーまあ、役者が芸術かどうかは <laughs> 置いておいてですね、まあ、限りなくビジネスに近いような芸術じゃないかなって僕は思っているんですけれども成り方ってないと思うんですよ確立したものって例えばただ役者さんになりたいんであれば昔であれば劇団とか、えー、に所属するとか、まあ、割と確立してたと思うんですが今はないですよね。 どっっからでも入っていけるでなってしまえばいいでなったからといって続けられるかどうかっていう保証もないでこれは非常に難しいものだと思うんですよつかみどころがないでましてや、えー、例えば日本人が海外に行って外国に行って、えー、ちなみに海外っていう言葉ですよねこれ僕気がついたんですけど外国を海外というのって日本人があだったら当たり前だけど 例えばヨーロッパとかあその他の外国に関してはそうでない場合も多いんですよね。えー、陸続きの外国ってたくさんあるじゃないですか外諸外国は。で、まあ、ちょっと話ずれますけれども日本は四方海に囲まれているから海外というのだなと。 えー、これは海外に行って気が付いたことなんですけど皆さん気づいてましたまあそれはまた別としてですね <laughs> あのー、外国に行って、えー、役者活動、うんまあ、その他の芸術活動でもいいんですけれどもそういうものをやりたいと言った場合にじゃあなり方ってどうなんだよってありますよねまあ音楽に関してもそれから、まあ、美術関係にしても、えーまあ、いろいろあると思うんですけれども。 えこと役者さんの場合に関してはすごく僕難しいと思います。っていうのがなり方が確立してない、えー、例えば音楽家だったらまあ,あ先にも述べたように学校に通うとか、えー、私の知り合いでも何人か例えばドイツに留学するとかね、えー、ロシアに行くとか、まあ、バレエなんかでもそうですよね、えー、まあそういったものがあると思うんですけれどもとても狭きもんで、えー、とても険しい道だとは思いますがやり方はもう絞れると。 いうことでただですね役者さんに関してはどうしたらいいのかってなかなか難しい問題があると思います。例えばハリウッドだったら、えーまあ、ハリウッドに行って、えー、オーディションを受けまくるとかそれからニューヨークに行って修行するとかあると思うんですけれども中国に関しては僕は全く分かりませんでした正直。ですから行ってみてダメだったらもう戻ってこようとぐらいの考えでした。こればっかりはどううしようもない、えー、あのー 雲をつかむようなものですよ、ね、まあそういうこともあってよく聞かれるということもあって今こここちらでお話ししているっていうことなんですけれども道、えー、道なき道を行くってていいううのはととも分かりづらいと思うんですで。これはストレスにもなるしうんまあ心配事っていうかいつもあの考えているであのここで僕が言えることっていうのは多分 あのワックザビーストっていう言葉がありますとにかく何やっていいのか分からない時はもう何でもやってみるとでこれ第1回目の話にもちょっとつながるんですけれどもとにかく注意を向け続けると何かやりたいなと思ったらとにかく注意を向け続ける注意を向け続けるっていうのはどういうことかっていうととにかくもうそればっかり考えるんでそのためにできることは全部やる。 で、それをやってるうちに必ずこれは100%パーこれ確実と言っていい,い,いと思います必ず何か糸口が見えます必ず、えー、僕は日本で役者を目指した時にですね、まあえー、まあ埼玉の田舎町で育ってますから何のとっか,かかりもないわけですよで一番最初に見つけたものっていうのが新聞のテレビ番組欄に出てた えっと自動劇団の、えー、オーディション広告ですよありますよねたくさん今あるのかなわからないですけどもまあなんか映画雑誌とかなんか見てると載ってたりしますよねあれですよでそういう実際それに確か行ったような気もしますねでまあまあまあかな、あのー、オーディションには受かったんですけど行きませんでしたけど まあ、あのそんなふうにやってる間に何かしらの情報があの、えー、手に入れられますよねそして少しずつ大体やり方が分かってくると大昔であれば歌手を目指してあの上京するとかいう言葉言、えー、う人があのたくさんいたと思いますけれども、まあ、あの海外に関してもうとにかく、えー、道なき道を行く目標があるのであればとにかく何でもやってみるしかない。 とということですよねで僕はそれはもうそれしかないですそれが正解かどうかは分かりませんけれどもだから正解はないんですですから何かをやってみるしかないんですで私の場合はですねまあえとにかく行ってみて、えー、と知り合いはいなかったんですけれども知り合いの知り合いの知り合いさんぐらいを紹介してもらってえっ、ー、と、まあ、学校ですねえまず最初はあの中国語が必要だったんで学校に通ってたと。 でそれから、まあ、あの自分のプロフィールはもう A4 の簡単な紙ですけれども、えー、作ってで中国語で作りましたこれも中国人の人にちょっと手伝ってもらってあの、まあまあ、もちろん最初は自分で作りましたけれどもそれを中国語に翻訳してもらって、まあ、直してもらってでそれをあの北京の,あの思いつくところに配ったりとかしました。えー、例えばあの 海外だったら必ず。まあ、普通の大きな都市だったら日本人会っていうのがあるんですよ。大体あのまあ、そういうコミュニティがでまあ、言葉ができなければなおさらですね。現地の日本人にあのまあ、聞いてお尋ねてみて。まあ、情報収集。まずは情報収集ですよね。で、n はあの文化こう。文化交流。 のの目的も僕はあったので、えー、まあそういう関係の団体とかにあのアポなしで最初行ったんですねこれはわざと行きましたアポなしでなぜかというと断られる断られるのが嫌だったから <coughs> あのー、アポなしで行ったら大体はまああのー、話ぐらいは聞いてくれるもんなんですよ <laughs> これはもう相手にとってはすごく迷惑かもしれませんけれども えー、まあいきなり海外で、まあ、日本人関係のそういう団体なりオフィスなり、まあ、そんなところに行って、まあ、どこの馬の骨ともわからない人がいきなり来たということであればまあまず無には断らないとは思うんですよね。電話とかだったら断ら断れますなんで、えーまあ、そんなことやって、まあ、自己紹介して自分こんなことでこんなことやってますみたいなそれを役者の売り込みではなかったですね僕は最初は。 あの文化交流をやりたいとも思っていたので、えーとまあ、そういう意味、ね、でで役者の方ははっきり言って分かりませんでしたこれははいただ学校に行ってる間にたまたまかなあそうですねたまたまですねあの日本人の俳優を探しているっていう作品があったんですねで中国の場合は人づてに キャスティングディレクターがあの探すことがとてもとても多かったんです。今は少し減りましたけど、基本はその姿勢変わってないですね。ただ業界内で、えー、探しまくる聞きまくるっていう,う聞きまくるっていうわけではないですが、まあだいぶちょっと探し方がキャスティングの仕方があのー、確立してききてしまった感はあるんですけれども、僕がまず初、えー、めて行った中国の年はえっ、ー、と2006年。その頃はまだ、えー、日本人の俳優も少なかった ったし周りの人に聞いて、えー、尋ね回るというかで人が人を紹介してみたいなパターンがとても多かったのでなんとなく話が舞い込んできましたそんなふうにですねで思いもよらないところから、えー、とその僕が文化交流関係の団体に プロフィールを置いて話を聞いてもらった人からたまたまお芝居の話お芝居ではないですねお芝居関係のまあなんか試写会かなんかがあったんですけれどもそこに呼ばれたっていうのがありますねまあそんな風にちょっとずつちょっとずつ一歩ずつ一歩ずつえこれは現地に行ったからできることですですから現地に行かなければまあ今はえっと SNS などがあの大変普及してますんでそういうこともできるとは思いますがまあから 体が現地に行けばなおさら情報は入りやすいということでとにかく、えーまあ、第1回目に注意を向け続けるということを申し上げましたけれども理想によっては自分の持ってるゴールによってはなかなか、えー、やり方メソッドみたいなものがこうすればいいんだよみたいなものが確立してない。えー ゴールの場合がありますよねそういう時はとにかくワック・ザ・ビースト、えー、とにかくもうあのやたらめったらあ何でもいいから思いつくことをやってみるでこのフィーリングっていうのは結構大事で正しかったりするんですよこれはスピリチュアルな話になっちゃいますけれどもフィーリングでやっぱりそれ自分に向いてたりしますんでね自分の思いつくことをその時その場の自分に対して何か合うことがあったりするので、えー、思いつくことをとにかく何でもいいからやってみる。そうすると 何かか口が開けたりとかしますで僕の場合はそうでしたでこれは多分参,に参考になるんじゃないかなと思って今回はお話ししました。ではお元気で。